表記は前節福岡戦で記録されました。まもなくせじりサッカースポーツ少年団の54秒21、これがこれまでの記録となっています。さあ、すでにトップの選手はバックスタンド側5番のパイロンを超えて6番へと繋がってきます。早い、なかなかいい記録が出るんではないでしょうか。さあ、大きな声援が仲間たちから飛んでいます。さあ、7番のパイロンに今バトンとボールが繋がって、さあ、いよいよラスト8番のパイロン、今バトンとボールが渡されました。これまでの記録54秒21は上回ることができるのか。今ゴール。そしてもう1チーム、今7番のパイロンから8番へと来て、そしてここからバトンを受けて、アンカーが大きいお兄さんですね。まあ、ここまでいきましょう。今ゴールイン。さあ、皆さんお疲れ様でした。どんな記録が出るのか。いや、お兄さん、ヒーローじゃない、ヒーローじゃない。いいね、いいね、なんか目立ってましたね。さあ、結果はどうなんでしょうか。みんな良さそうだった、早かった。まあまあ、まあまあだという手応えということですが、じゃあ皆さんも更新記録を待ちましょうか。来ました。はい、ただいま皆さんのタイムが届きました。まずは水谷スワローズ新潟県の皆さんの記録、1分15秒87、お疲れ様でした。そして鹿島ランボール SS の記録は58秒22。残念。いい記録だったと思います。メンビガーにふさわしい熱い戦いを繰り広げてくれました。皆さん、大きな拍手を。